このトップの戦い、このトップの戦い、ウクライナ語は、ロシア・ポーランド戦争中の1659年7月29日に、ウクライナのこのトップ上の郊外のソスニー部下村で行われた戦闘。ソスニー部下の戦い、とも呼ばれる。ポーランド・リトアニア共和国と結んだイヴァンビ・ビホウシクイーが率いるウクライナコサック軍及びクリミア・タタールの同盟軍と、 ロシア通ーリー国の軍隊が交戦し、ウクライナコサック軍が勝利した。このトップの戦いは、という時代に起きた重要な戦闘であった。その時代は、ウクライナコサックの兵マンであったボフダンフメリニツキーの死後1657年から始まり、数十年にわたる、ウクライナコサックの派閥による、権力争いを中心とした時代の初期にあたった。 フメリニツキーの指導の下でウクライナは、ポーランド・リトアニア共和国から独立を勝ち取ったが、ポーランドと戦い続けるためには、兵力が不足していたので、モスクワ大公国とペレアスラウ会議で、軍事同盟を結んだ。しかし、モスクワ側は、ウクライナコサックに遠兵を出すことなく、リトアニア領ベラルーシをめぐる争いに加わり、また、同盟国となったウクライナを、 自分の領土にしようとする計画を実行し始めた。その中で、フメリニツキーの後継者となったヘイチマン、イヴァン・ビホウシクイー、旧の事務総長は、モスクワ大公国が、ウクライナの内政に介入したり、反ビホウシクイーのコサック派閥を援助したりすることに、対して反対し、1658年8月、モスクワ公国と同盟を破棄して、旧敵であった、ポーラドとハージャチ条約を結んだ。 この新しい条約により、ウクライナはルーシ大公国という国号の下、ポーランド・リトアニアに次ぐ第三の構成国家として、ポーランド・リトアニア共和国に復帰た。この条約についての知らせは、モスクワを大いに刺激することとなった。ロシアツアーリ国は、それまで行ってきたウクライナを内部紛争で、瓦解させようとする間接的な関与政策を変更し、1658年の 秋に、グリゴーリー・ロモダノフスキー公を司令官とする、モスクワ大公国の討伐軍を直接に、ウクライナへ派遣した。ウクライナに侵入したモスクワ軍は、反、ビホウシクイ派のコサックと合流した上で、親モスクワの兵マンを任命し、いくつかの市長を征服した。ロモダノフスキーの軍勢は、ビホウシクイ派の人々を虐殺したのみならず、多数の民間人を略奪した。 当時の記録者は、ロモダノフスキーによる、このトップ氏の略奪について、次のように書いている。半年後の1659年の春には、ロモダノフスキーの援軍として、アレクセイトルベツコイを総司令官とする十五万、あまりのモスクワの大軍がウクライナに侵攻した。その軍勢には、親モスクワ派のコサックも加わっていた。美法ウシクイの将軍の一人であった古いホーリー。 フリャヌイーチクイは4000人のコサックの部隊を率いて、モスクワ軍の輸送隊に襲いかかり、敵の武器、食料に損害を与えた。そして、退却する途中に、このトップ氏を奪還した。モスクワの総司令官は、フリャヌイーチクイに、ホウシクイを裏切って、このトップを渡せと要求していたが、大将は、都市の城内に固く立てこもり、降参しようとしなかった。そこで、 モスクワ大軍は、ウクライナの奥に進む前にそのこのトップ上を落とすことに、した。1659年4月21日、午前5時頃、ミサが終わった後、モスクワ軍の総司令官は、総攻撃の命令を出した。このトップ上への砲撃が始まり、城壁が突破されたところに、モスクワの兵士たちは攻め入った。しかし、フラヌイチクイのコサック隊は、彼らの進撃を食い止め、 多数の敵を切り捨てて、打ちから追い払った。こうして、モスクワ軍による最初の強襲は大失敗に終わった。このトップ上の防備が固く、また、その城が湿地帯に築かれていたので、モスクワ軍は都市の近くで重機兵と大砲の力を十分に発揮することができなかった。このような失敗を期したモスクワ軍は、総攻撃を諦めた。その代わり、 白いの砲撃を続けながら、城の堀を埋め立てる作戦に出た。しかし、夜になると、ウクライナコサックたちは埋め立てられた場の土を掘り起こして、城壁を固めるのに利用し、一方で、モスクワ軍の本陣に野衆をかけた。そのような陽動作戦による、モスクワ軍の損害が大きくなったため、総司令官であった、トルベツコイコは自軍を二手に分けて、本陣をピドルイープネ村のあたりに移した。 このトップの包囲は1659年7月29日まで続いていた。その包囲の70日間にモスクワ軍では1万余りの犠牲が出た。フラヌイーチクイの4000人の部隊がこのトップ上を守っている間にヘイチマンビホーシクイは3万のコサック軍を整え、ポーランドとクリミア合国からも援軍を取り付けた。ポーランド側からは 西ウクライナ出身の貴族を中心とした約3800人の部隊が参上し、クリミアアセ国からは、メフメド4世ギレが率いる3万余りのタタール軍が派せつけた。それに加えて、ヘイチマンの新鋭部隊として、セルデューク部隊も構成された。1659年6月、ヘイチマン美法クイの軍勢は、タタールの援軍と共に、このトップ上へ向けて出発した。 6月24日、シャポバーリウカ村近郊で、ウクライナコサックの部隊が、モスクワ軍の規模の先方隊を全滅させた。ビホウシクイーは、小ゼリアイで取った捕虜の話から、トルベツコイが、モスクワ軍の本陣を、このトップ上の近辺に移し、コサックの軍勢が、戦場に到着したことを知らないということが分かった。この情報に基づいてビホウシクイーは、作戦を立て、 ウクライナコサックにソスニー・ウカ村で陣を取らせ、タタールの援軍に、コサックの陣地から東に位置する、トルゴービツヤ村の森林で隠れるようと命じた。そして、ビホーブスキーは、古いホーリー・フリャヌイーチクイーの弟、ステパン・フリャヌイーチクイーに、全軍の指揮を任せて、自ら招待を率いて、このトップの辺りへ出発した。7月27日の赤月に、その招待は、 モスクワ大軍に襲いかかり、敵が思いつかないうちに、多数の馬を奪って、野原に話した。モスクワの騎馬隊が列を整え直して、コサックの正体を反撃したが、ホウ牛クいは川を渡ってソスニブカ村の本陣へ、退き、故に、敵の軍勢に、自軍の居場所を教えた。次の日、6月28日の土曜日、モスクワ軍の総司令官であるトルベツコイは、 セミョン・ポジャールスキーが率いるエリートの騎馬隊3万機を派遣し、ビホウシクイの軍勢を打ち任すようと言いつけた。ポジアールスキーは、ソスニー・ウカ川を渡り、川岸の向こうに陣取った。トルベツコイの3万の軍勢は、このトップ付近に残った。敵が川を溶かしたと知ったビホウシクイは、ステパン・フリャヌイーチクイが率いる5000人の別動隊を、ポジャールスキーの陣地の背後に使わした。 モスクワ軍は気がつかないうちにコサック連隊はソスニー・ウカガの橋を破壊し素早く土手を作り橋のあたりにあった平地を川の水に浸した。1659年6月29日の朝ビホウシクイのコサック正体はポジャールスキーの陣営を襲った。数分にわたる切り合いの後に正体は撤退を見せかけた。ポジャールスキーは相手が無人で 討ち取ることがたやすいことであると判断し、全軍で追撃を開始した。モスクワの兵士たちがソスニー・ウカ村に乗り込んだ時、隠れていたコサックの本軍は空に大砲を3回、発砲し、3つの火矢を放ち、隣の森林で待ち伏せしていた、タタール援軍に総攻撃の合図をした。モスクワ軍の司令官ポジャールスキーは、危機を感じ、早速逃走し始めた。しかし、 川のあたりで、モスクワの騎馬隊の馬と大砲台は水に浸した、平地の土に入り込み、モスクワ軍は行き詰まって撤退が不可能となった。その瞬間、側面から、タタールの軍勢が突っ込み、コサックが背後から攻め、ポジャールスキーの軍団は包囲された。激しいの戦いの中で、モスクワの三万人の騎馬隊が切り殺され、ポジアールスキーをはじめモスクワ側の多くの武将が、生け捕りされた。 すべての捕虜がタタール人に渡されたが、売買できない、怪我人の捕虜の多くは、タタール人の手で無情に切り捨てられた。当時の記録によると、モスクワ軍の司令官ポジャールスキーは、タタールの前に立たせられ、藩に向かって、唾を吐いて冒涜的な言葉を言った。侮辱された、タタール人はすぐにポジャールスキーの首を打ち、モスクワの総司令官、トルベツコイの陣営に送った。 ボジアールスキーの惨敗を知ったトルベツコイは、このトップ上を包囲していたロモダノフスキーの軍団を呼び寄せ、6月29日の夕方に、ウクライナから撤退を始めた。このトップ上を支えていたグリゴリー・フリャヌイチクイーは、退いているモスクワの軍勢を見、城を出て敵を追撃した。コサックの追撃を受けたモスクワ軍は、軍兵糧、お金、などを捨てて逃げ出し、 トルベツコイ自身は二箇所に玉傷を負った。コサック騎馬隊とタタール騎馬隊と手を組んで三日間にわたって敵をモスクワ公国まで追い続けていた。しばらくの間、このトップの戦いでの完敗の知らせはようやくモスクワまで届いた。十九世紀のロシアの歴史学者、セルゲイ・ソロビヨーフはその嘆かわしいお知らせに対するモスクワのツアーリの反応をついて以下のように書いている。 しかし、ウシクイと、タタール藩がモスクワを攻めるというツアーリの心配は、杞有であった。ウシクイは、親モスクワ派の反乱軍を破って、ウクライナの町々を奪い返しているに、ウシクイの意思を無視したの投領リバンシジュコーがザポロージャコサックを率いて、ウシクイの同盟関係にあった、タタール人のクリミア汗国を攻撃した。その理由で、 カタール藩がビホウシクイの元を去らざるを得ず帰国し、ビホウシクイは大事な援軍を失った。そこで、親モスクワ派のコサックは改めて、モスクワの援助をもら自分の力を復帰させ、ビホウシクイの政権に反旗を翻して、ウクライナの内戦を再び盛り上がらせた。ビホウシクイは、ポーランドリトアニア共和国とハージャチ条約を結んで、 モスは広告とその手先と戦うために兵力を得たが、フメリヌイ地区クの乱のために、ポーランド・リトアニア共和国との同盟は、多くのウクライナの民衆と一般のコサックにとっては、受け入れ型ものであった。結局、ビホウシクイは、コサックの武将や、長たちだけに頼り、ビホウシクイは、条約を結ぶことによって、現地の住民の支持を失い、後に同盟国のポーランド・リトワニア共和国に、 裏切られて捕まり、ワルシャーで処刑された。微法を失った、チマン国家はさらに混乱に落ち、モスクワロシア、後のロシア帝国とポーランドという近隣の大国の干渉によって、ウクライナの内戦は半世紀近く続いていた。長い間、ロシア帝国とソ連の研究史においては、このトップの戦いは禁じられたテーマの一つであった。 数百年にわたってその戦いについての現実は国家のレーベルで秘密にされていた。その理由は、このトップ戦い自体はウクライナ人とロシア人との間の合戦であったため、ロシアとの同盟はウクライナ人の王庫以来の望みだというロシア側の国家的神話などを覆していたからだった。一方、現代のウクライナの研究史においては、このトップの戦いは理想化され、 ウクライナ人のロシアに対する偉大な勝利であるという風な変更が見られていた。このトップの戦いは勝った合戦と負けた戦争の代表的な例の一つであると言える。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。